にちは、ギターウクレレ講師の斉藤正人と申します。今日はですね、なんとチャンネル登録者数なんと1000人を超えました。ありがとうございます。おお、1000人です。ありがとうございます。もともと僕はヤマハで講師をねやらせてもらっているんですけども、今回のねちょっとコロナショックということでレッスンが全部お休みになってしまいまして、2月末ぐらいからですかね、一切、レッスンができなくなって無収入状態いう感じになってしまいまして、普段通っていただいている生徒さんたちのためにだったりとか、今回はね皆さん自粛という形でお家にいる時間がより楽しい時間になれればいいかなと思って YouTube を始めました。2ヶ月経たないくらい1000人超えました。ありがとうございます。これからもね、何か皆さんの助けになるようなレッスン動画をね上げさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。家で楽しい時間を過ごしていただければと思います。皆さんにお礼ということで、無料の楽譜を配布させていただきたいと思います。それもですね、今回のテーマに沿った内容のものになってます。今回はですね、みんな間違えているソロウクレレの基本ということで、こちらをお伝えしていこうと思います。下のね、概要欄から2曲今回やらせていただきます。茶色の小瓶という曲とアロハオエです。この2曲でまず最初のソロウクレレの基本を理解していただきたいと思っておりますので、手書きで本当に来てないです。申し訳ないです。ちょっとねよろしくお願いします。一応ちょっと無料ということで勘弁してください。ソロウクレレってやっぱりね、すごく奥が深いんですよ。もうこうすればいい、ああすればいいっていうことがあんまりないんですね。もう基本が1枚に対して応用9割例外9割みたいな感じで、つかみにくいところがあるかもしれません。闇雲に覚えたりしようとするよりかは、その最初の基本の1割をしっかり理解しておくことによって、それをご自分の中で応用させたりとか発展させたりっていうことができるかと思います。今回はより覚えやすくなるし忘れにくくなります。曲をやるごとに覚えるスピードがどんどん速くなっていくし、しかもそれによって演奏が安定するので音も良くなる、イコール上手くなる。ぜひ最後までゆっくりご覧ください。何回も何回も聴いていただける内容になっていると思います。音楽ってそもそも3つ要素があるんです。音楽の3大要素って言ったりするんですけども、メロディー、リズム、ハーモニー、この3つです。これが音楽を音楽らしくさせる、ポイントなんですね。まずメロディーってこう、あるじゃないですか、メロディー。歌ってメロディー歌ってますから、それがないとやっぱりね、音楽じゃないよと。で、リズム。リズムはですね、別に打楽器だけとか、ドンタンドドタンっていうことだけじゃなくて、メロディーにももちろんリズムはありますよね。カエルの歌が、トン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 っていうのが、まあリズムですよね。音程があって、そしてリズムがあって、というふうな感じになってます。音程は音の高さとか低さ。で、リズムは速いか遅いかとか、一定のテンポをどう刻むか、リズムになってくるのかなと思います。そしてハーモニー。これ和音ですね。和音というのはですね、基本的に3和音になってます。お団子みたいにですね、こう積み重ねていくんですね。例えば、C というコードが出てきたら、これドミソなんです。無条件でドミソです。で、ドミソになってもいいし、ミソ、ドになってもいいし、ドとミとソ。この3つの音が、鳴ってればどんな順番でもいいです。どんな音の高さでもいいです。この3つが鳴ってれば C というコードになります。 C の C ってドレミファソラシドって言うとドですよね。なので一番低い音はドにしてくださいね。で、何も書いてないと、そこから無条件で3和音積み重ねてくださいね。これが C になります。なのでドミソになるんですね。で、例えばこれ C の横に M ついたりしますよね。 C マイナーです。コードというのは大きく分けて2種類あります。メジャーコードかマイナーコードか、このどちらかになります。 C はですね、こう C ですよね。いつもね押さえてる皆さん、これ C です。これドミソの音が鳴ってるんです。3弦がド、2弦がミ、まあ、4弦がソで、1弦がド。ハイGでもロージでも同じです。はい、ドミソドが鳴ってるので、これ C というコードになります。一方、CM というものがついたら、この M はですね、マイナーという意味です。これは3和音コードがあって、まあ、ドから数えて3つ目の音って数えるんですけども、ド、レ、ミ、なので、ミの音ですね。この3度って読みます。度数なんですけどね、3度の音を半音下げてくださいねっていう意味が M、 小文字の M っていう意味です。つまり
ミの音が半音下がるんですね。例えばこれも C ですね。でミの音2弦、この押さえ方だと3弦になります。3弦の音は半音下げます。はい、これがマイナーです。メジャーマイナーというふうに、もう明るいか暗いか、なんかそういうイメージで捉えてもいいです。これイメージね、それ人それぞれなんですけども、あのほのぼのした感じとかかっこいい感じ、まあ捉え方何でもいいです。ご自分の中でなんかこんな感じこんな感じ決めてみてください。これで皆さん、はい、もうコード2種類に対別することができました。例えばじゃあこれ F ということです。これメジャーです、明るい感じ。じゃあ F マイナー弾きます。ちょっと暗い切ない感じしましたね。もう一回 F マイナー、はい、っていう感じになります。 M がつくか、まあ、つかないかで、メジャーかマイナーか、この2種類に対別することができます。他にも厳密に言うとちょっとあるんですけども、まあ、この大まかに2つだと思ってください。というふうにですね、まあ、あと数字がね、横にこうくっついたりとかするんですけども、例えば G7 ですね。 G7 は G の3和音を作ります。ソ、シ、レなんですね。 G がソの音なので、ソから1個ずつこう積み上げてくださいねっていうのが G のコードです。なのでソ、シ、レで、さらに7がつくとG から数えて7個目の音を追加してくださいねっていう意味なんです。なので4和音になります。ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ。ファの音を追加してくださいね。G の和音にファをついて追加してくださいねっていうのがこの G7 ということです。はい。ソ、レ、ファ、シ。普通の G のコードがソ、レ、ソ、シかになるので3和音ですよね。でファが追加するとソ、レ、ファ、シ、はい、セブンスになりましたという感じでですね、あとの数字はそれ何の音を積み上げますかっていう感じで、まあ、あの決定していきます。これに関してはですね、もうちょっと詳しい別の動画でやっていこうと思いますが、これがハーモニーの、コードの基礎の考え方になります。なのでその読み方さえ知ってれば自分でコード作れたりもするんですけども、それはまた別の動画でご説明しますね。ちょっと長くなっちゃうので少しそれましたけども、今回はチャイドの小瓶、これを使ってご説明していこうと思います。ソロウクレレの基本構成として、3つ作りました。こちらです、じゃん。はい、その1、そのコードの範囲ではなるべくそのコードもね押さえながらメロディーを弾いてくださいということです。その2、メロディーは基本的に常にトップノート、そのメロディーはね、和音とか弾きながらいろいろしたりしてますが、一番高い音が常にメロディー主旋律なんだよということです。その3、メロディーの合間はコードでリズムを出す。メロディー伸ばしてる間、じゃーんって伸ばしてるだけだとなんか、まあ、気まずいし、なんか曲終わったのかなみたいな感じで聞こえちゃうので、とかなんかこうストロークをねこう軽くしたりしてリズムを出していきますよ。この3つをまずですねやっていければと思います。でその下に、まあ、あのソロウクレレの重要なテクニックとしてね、あの2つありますね、メロディーの音を大きく、そしてコードの音は小さくするよ。メロディーの音を少しずらして弾くとメロディーが目立つ。こちらについてもね、フレーに合わせてご説明していこうと思います。はい、ではですね、もうすごくシンプルな曲として茶色の小瓶という曲用意しました。こちらです、ドーン。一度ちょっと聴いていただきましょうか。こんな感じです。Thank you.
こんな感じになります。うん、まあどこかで聞いたことあるかと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ4段でできてるんですけども、結構繰り返しなところが多いですね。まずコードを見てもらうとですね、 CFG7C、 これを4回繰り返せばもう実はこの曲になるという感じです。で、赤文字、僕タブ譜赤い文字で、記させてもらったんですけども、こちらがメロディーの音になります。はい、これトップノートになってますよね。常に一番高い音ですね。まあハイ G のこのソの音はちょっとこう例外なんです。これ抜いて1弦か2弦かでその高い一番高い音が常にメロディーの音になってます。一つ一つご説明していこうと思うんですけども、まず、最初のコード C なんです。これソロウクレレするときってコードあんまり目に入ってない方多いんですけども、コード絶対イメージしながら弾いてください。この方が後々覚えやすくなるし、ちょっと大変かもしれないですけども、コードの形をイメージすることによって指使いも見えてくることが多いです。なので、出だし000と書いてありますね。はい、でこの時に1弦は弾かないでください。1弦何も書いてないんですよね。ということは4弦3弦2弦を弾きますよということです。なので親指でゆっくり上から全部開放弦ですね、弾いてもらいます。1弦で親指を止めるような感じ、ドーンってこうね止めると、ここで1弦も絶対鳴らないし、もう押さえつけてますからね、もう鳴らないし、安全 にあの上の3本を弾けます。なのでここ親指弾きつつ、1弦は鳴らさないようにしてください。で一番高いトップノートの音、2弦ですね。でさらに C のコードを思い出していただくと、こういうね、0003この形のね押さえ方になってますが、メロディーをトップノートにするんです。メロディーをトップノートにしてその下に和音を置いていくような感じになるので、1弦のこのドの音を弾いてしまうとトップノートの音って一番目立つんですね。なので、あ C だーと思って C 弾きながらこのメロディー弾こうとするとこんな感じになります。こういうメロディーに聞こえちゃうんですね。1弦のドの音が高い音鳴ってると。なのでこれを鳴らさないように、C の和音を弾かなきゃいけないので、最初000 3本だけ、1弦は弾かないで、2弦3弦と次メロディーになって、でもう一回まあジャラーンと弾いてもらう。でこれで、和音が下にあって、その上にメロディートップノートがありますよという意味ですね。はい、という感じになります。でゆっくり親指こう下ろしていくと、一番最後にやっぱりこう1弦とか2弦の一番高いトップノートの音が最後になる感じになります。途中でこうね、なんか弾きのやめるんじゃなくて、1弦にしっかりドスンってこう落とし込む感じでしっかり弾き切れば、一番最後になってる1弦とか、まあ、2弦のメロディーの弦ですよね、これがはっきりくっきり聞こえます。1弦だとしたらこんな感じ、親指をしっかり振り切ることによってやっぱり1弦がねしっかり鳴るんですよね。でしかも一番最後の音だで順番になっていくうちに、一番最後の音ってやっぱり印象残りやすいので、上から4弦3弦2弦1弦ってこう一瞬ですけども、こうちょっとずつずれてますよね、鳴るタイミングが。でさらにトップの音なので目立つ、わかりますよね、トップノート認識しやすいと思います。はい、これがまあソロウクレレで結構ね大事なテクニックになりますね。これが衣装説明です。で次、はい、F のコードになりました。まず F のコード思い出しましょう。 F これです。人差し指と中指で押さえていきます。コードに指使い書いてないのは、臨機応変に後々変わってくるかもしれないということであえて書いてないです。まあ、この場合もあのスタンダードに人差し指と中指で F のコードを押さえますね。指ちょっと人差し指立てないといけないですね。この後1弦開放弦鳴らさなきゃいけないので、これもやっぱり最初のメロディーの音が2弦から1で1弦開放弦ですね。これにメロディーのこのメロディーに和音乗っけます。こんな感じです。はい、F のコードを押さえてもらって、まず3本弾きますね。やっぱり1弦で親指止めて、で次1本だけ1弦弾きます。はい、この時に、これですね、ちょっとご説明遅くなりましたけども、青い線で
これレッドリングって言うんですけども、あえてちょっと僕分かりやすく書いてみました。汚く見えたらちょっとすいませんけども、はい、レッドリングっていうのはそのコードの範囲では、例えば C1 小節 F1 小節、これね、どんどんこうコード切り替わっていきますよね。そのコードの範囲の中ではなるべくその和音の音、 F だったらこの人差し指と中指ですよね、この音を離さないようにして伸ばしながら、音を鳴らしながらメロディーを弾いていくっていうことになります。なのでよくある典型的な間違いとして、最初この201押さえますよね、弾きますよね、あ、で次1弦開放弦だけだと思って F のこの人差し指と中指離して1弦だけ弾いて、もう一回 F だと思ってジャランって弾くっていう方、結構多いと思います。楽譜だけを見ると確かにそうなってるんですけども、ウクレレとかソロギターの文法的には間違っています。これですね、書いてないんですよね、大体の楽譜に。で、親切なやつにはレッドリング、ここからここまでとか書いてあるんですけども、つまりレッドリングっていうのは一度鳴らした音の弦はずっとそのままそこまで最後まで次の音変わるまで伸ばしておいてくださいね、つまりアルペジオでいてくださいねというのがレッドリングという用語になります。これあんまり知られてないし、楽譜にもあんまり記載されてないんですけども、めちゃめちゃ僕は、広めたいと思ってます。レッドリングです。ソロウクレレをする上で貴重な概念、大事な概念です。レッドリング、押さえながらメロディーを弾くっていうことは、そういうことなんです。最初 F のコードで3本弾きました。で、次1弦開放弦いきます。この時に全部の今 F の和音が完成しました。全部4本鳴り続けてるんです。ピアノで言うとサスティンペダルと同じ意味ですね。サスティンペダルってこうポーンって鳴らして、足でこうペダル踏むんです。そうすると離しても音鳴りっぱなしになってるってやつがサスティンペダルなんですね。ピアノとかでは大体ペダルあるじゃないですか。あれ踏むと音がそのまま鳴りっぱなしになるっていう、めちゃめちゃ便利な機能がですね、あるんですけども、ウクレレにはないんですね。欲しいなーって思うんですけども、ないんです。なので、押さえ続けてなきゃいけない。で、余ってる指とかでメロディーをこう弾いていくのが、ソロウクレレの基本、大事な基本になってます。はい。左手一切動いてないです。動かさないでください。これが2小節目です。悪い例はやっぱ先ほどもお伝えしたように F の子で弾いてパッて離して、でもう一回押さえて二度手間、しかも音止まっちゃ、離したら音止まっちゃって、なんかバッツリバッツリ、なんか滑らかな美しい響きがそこでかき消えてしまうということなので、なるべく伸ばしながら弾いてね、指離さないように押さえたまま一本動かしたりとか、メロディーね、ちょっとこう増やしたりとかして弾いてくださいねっていうのがレッドリングです。僕全部これレッドリング書きました。青い線全部レッドリングです。ここをやってる時絶対離さないでねっていうことなんですね。はい。で、それをまあご説明またね、次の G7 でやっていきます。はい。 G7 で言ってきて2120書いてあります。もうそのまま G7 を押さえれば2120になりますね。はい。1弦は薬指、2弦は人差し指、3弦は中指で G7 を押さえてください。で、4弦開放弦で、メロディーが1弦ですね、2202になってます。はい。で、これを弾きながら、まあこの曲は基本的に1拍目と3拍目で和音の音を弾いていますので、まず2120で、もう一回1弦だけ、はい、今度ね、こう離さないようにしてくださいねとかね、まあ、離さないでこう押さえたままですよ。はい、綺麗にふわーんと最後広がります。で、次0120、あのフリーダイヤルみたいですね。薬指を離すだけです。で、また薬指を押さえるだけ、薬指上げてまた戻すみたいな感じです。こんな感じになります。はい。これね、悪い例としてはやっぱりこうコード一度全部離しちゃう、こんな感じです。はい。この程度だったらまだいいと思うんですけども、なんか難しいコードとか、ここを押さえながら小指ビッと伸ばしてメロディー弾くっていう時に、あー無理ってなって離しちゃう方いると思うんですけども、まあこれもなるべく押さえられたら一番いいんですが、人間ね、こう指やっぱ限界がありますから、無理だったら諦めるっていうのもね、大事ですね。はい。で、ここまで来ました。で、次最後、4小節目357でいきます。
これすいませんちょっとちっちゃいんですけども緑色で、指使い書いてあります。分かりにくかったら画面分かりにくかったらぜひダウンロードしてねプリントアウトするなりして、手元に置きながら、この YouTube、見てください。357で人中薬指ですね。はい、まあ、2弦3弦4弦は開放弦なので、まあ、触れなければ音鳴りっぱなしで、非常に便利ですね。ありがたいです。というわけで357って人差し指中指薬指で押さえていきます。指をちょっと斜めにすると実はこう指って広がりやすいんで まっすぐにしてこう指グって横に真横に広げようじゃなくて横向きにすると指って広がりやすいです。ちょっとそれをイメージしながらね指こう広がるように、弾いてください。はい、で357なるべくねスムーズに弾きたいので悪い例としては指1本で弾いちゃう感じです。こんな感じ、やっぱり音がタッタッタッみたいな感じでスタッカートになっちゃうのでこれ美しくない。はい、一度押さえた指って実は押さえっぱなしなんです。次は人差し指離して中指を押さえるとやっぱ音止まっちゃいますから人差し指押さえたまま次中指をプラスすればほとんどね音が止まることなく次の中指の音が鳴るはずです。人差し指を一度離して中指を押さえるという2段階になっちゃうとこんな感じで、なんか不安定になっちゃいますし音の場所も一度ね指から弦から指が離れちゃうので音の場所もすごく把握しにくくなりますね。押さえて人差し指ガッとで次中指ガッとでそしたらその薬指1個押さえれば押さえるほど指の場所とかこの弦の場所とかを把握しやすくそして、理解しやすくなるがっちりフォームになるっていう意味でぜひっていう意味でもまあ押さえてね押さえながらこう上がるといいと思います。音も良くなると。はい、これで1段目完了です。で1段目やってみると1弦弾かないようにしてで F 離さないようにしてで次 G7 です。薬指だけ離してまた押さえてで人差し指ヒント中で薬こういう感じになります。はい、でこれできればもうこの曲ほとんど8割方できました。あと結構繰り返しなんですね。下の段の 1,2,3 小節目は全く同じです。はい、そしたらね4小節目 5,3,3 最後下がります。はい、ここもですねやっぱりね5フレットこう薬指で押さえてもらったらで中指で次3フレットなんですけども薬指を5フレット押さえた瞬間に中指ですでに3フレット押さえておいてで薬指を離したと同時にもう3フレット鳴る準備をしとくんですね。はい、ここでもですねやっぱ押さえてる指にしか注意がいってないと次の音が、どうしても、間延びしちゃったり遅くなっちゃったりします。弾いてる次の音をやっぱりこう先呼びしていく、押さえてる指だけじゃなくて次来る音もしくはその次に来る指使ってない指も意識できるとやっぱりこの音と音のつながりは劇的に良くなると思います。でこれで1段目2段目完了しました。1段目はメロディーが最後ドレミってなるしで2段目はレドド下がる、これだけです。で次3、4段目はですね1小節目だけが違うだけです。薬指で1弦7フレット、はい、で次人差し指で1弦3フレットなんでやっぱこう押さえられておくといいですね。ちょっと指広がっちゃうんですけど難しかったら7フレット小指でも OK です。人差し指押さえといてで薬指は7フレットの音を離すだけでほぼ自動的に1弦3フレット鳴るようにしてください。で次人差し指をまあすぐサッと下げて2弦3フレットでまあ離してで3段目のこの2,3,4 小節目、これ1段目の 2,3,4 小節目と同じなので、まあ、繰り返しですね。であとはそういうの繰り返しです。4段目はまた
このフレーズ、3段目の最初のフレーズが出てきて、あとは2段目と同じです。最後ちょっとゆっくりになってね、なんか雰囲気よく終わっても OK です。というのがですね、まあ最初にご説明した、やっぱそのコードの範囲、一小節ずつね、コード切り替わっていきますよね。で、そのコードの範囲では、なるべく抑えながら、そのコードの和音を抑えながら、メロディーをトップノートで、まあ、弾いていくというのが、まあ、1番と2番のソロウクレレの基本構成になっていて、で、メロディーの合間で、メロディーのね、合間とかがあったら、そのコードのリズムストロークとかして、ストロークして、鳴らすんですけども、この曲に関してはちょっとないですね。次のアロハオエで、出てきますね、この要素が。まあ、なくても OK って感じです。ちょっと4拍目寂しい感じしますけども、入れすぎると結構賑やかな感じになるんで、違いますよね。なんかね、はい、まあ、ない方がちょっとしんみりした感じになるし、まず第ソロウクレレの基礎を学んでいく第一歩としてやっていくので、 なしに、ね、なりました。テクニックとして、その1、メロディーの音をなるべく大きく、そしてコードの音は小さくする。つまり、メロディーの音を少しずらす、一番、まあ、ゆっくり下ろしたりしてとかこと、同時に弾いちゃうと、やっぱこうね、両方大きくなっちゃいますから、少しね、こう高い音をずらして弾いたりとか、そういうことが、ありますね。このずらすというのが結構ポイントなんですけど、ちょっと難しいですね。はい、少しずつ慣れていきましょう。というわけで、ソロウクレレの基本、少しね、かいつまんでね、お伝えしました。これが基本になります。ぜひね、概要欄から無料で楽譜ダウンロードできますので、次回アロハオエもやっていこうと思います。ぜひダウンロードして取り組んでみてください。ではね、今日ここまでにしたいと思います。はい、オンラインレッスンもね、おかげさまで、好評です。やらせていただいております。何でもね、ご相談していただいて、レッスン内容を決めていったりとか、いろんなことね、楽しくウクレレ弾ければと思います。これからも頑張っていきます。チャンネル登録、そしていいねボタンを押していただけて、非常にね、励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ。